さん、はい、クレマグのウランです。おはようございます。というわけで本日は久々にモーニングルーティーンをお届けします。私はやらかしましてですね、昨日メイクを落とさず寝てしまいました。めっちゃ久々寝落ちしてしまってやらかして、今速攻お風呂入ってきたんです。今日は撮影がありまして、それに向けて準備っていうのもあるんですけど、私はその後なんと本日宇野様のツアーファイナルに行くことになりました。嘘、ずっと前から決まってた。私今回宇野さんのツアーは初日と最終日が当たっておりまして、初日はもう存分に楽しんできたんですけれども、最終日にも入れるということで、撮影後にそちらに向かうので、そのまま行くからもう参戦の格好で撮影に行くみたいな感じなんですよ。まあどっちかっていうともう参戦準備みたいな参戦の朝のルーティーンみたいな感じで、しっかりパックもさせていただいております。でちょっと夜なんで、今ねまだ8時とかなんだけど、開演19時とかなんですよ。でも半日以上それで過ごすわけだから、崩すわけにはいかないわけっていう気合を入れながらやるんですけど、その前に私は編集をしなければいけなくて、もう8時だね、8、9、2時間ぐらい編集を今からしようかなと思っております。今日中に提出しないといけないので、それを終わらせてからいろいろ準備しようと思ってるんですけど、とりあえず起きてすぐ、はい、お風呂入って今パックしてるって感じで、まだこれあと10分ぐらいつけるんで、そしたらスキンケアして2時間で編集、それを終わらせれたらなと思っております。いける、私ならできる。今日の髪の毛てか今日の参戦服は、ティティっていう宇野さんの新しいアルバムの中に入ってる曲があって、それの時の宇野ちゃんの衣装とか髪型に寄せれたらなと思って、それで前ディズニー行ったんだけど、そんな感じでゲーム T シャツみたいなやつにデニムかなんか合わせていこうかなって思ってるので、髪の毛もツインテールに今日はしていこうと思います。いろいろやることあるから、もうさっさと編集を進めていこうと思っております。頑張ります。私頑張ります。さん、はい、クレマグのエラです。おはようございます。体痛い。はい、ということでちょっと急ぐよっていう日です。私のモーニングルーティーンなんですけど、ちょっと髪がいつもはねあんまり寝癖がすごくないから、でもいけるか、ちょっと待って一回、ちょっと瓦は一回、ちょっとメンバーに、私のモーニングは急いで顔を洗います。私が使ってるマス洗顔はこちらビオレ、うわー、すっきりした。マスクしよう。使ってるマスクはこれ、いつも鹿使ってるんだけど、その鹿がとうとうストック用もなくなっちゃって、あったのがこれのみ、まあ大容量っていうこともあり朝パックに最適なんじゃないかと。はい、 OK。 でこのパックはなんかちょっと乾燥するんで、キュレルのこのスプレーを上から、追い保湿します。そしたらじゃあこの月私サプリメント飲むんで、サプリメント飲む時にまた回していきたいと思います。
はい、皆さんおはようございます。おはよう、めめこと浅めめいです。マロおはよう。今日はモーニングルーティンを撮っていきます。撮影が12時集合ってか12時に家を出るですけど、今10時ぐらい。え、もう10時20分じゃん。さっき10時だったのに目覚めたと言って笑わせるな、マジ。まあ、でも2時間あれば余裕か。っていうか、やばい。私、目悪くて夜メガネつけてるんですけど、この前、メガネの度数がちょっと合わなくなったから、メガネを作りに行ったのね。そして、なんかいろいろそのレンズを度数強いけど薄いやつにするとか、ブルーライトカット入れるとかいうのをしたら、ちょっと配送になるので、時間かかりますって言われて。でもまあいいかって思って、今メガネがない状態なのね。そのもともと持ってるメガネを預けて、そのレンズを交換してもらってるから、前のメガネもないし。なんでさ、昨日普通に夜コンタクトつけたまま編集しててさ、寝たんだけどさ、今起きてさっき気づいたらコンタクトつけたまま寝てて、なんか目めっちゃ乾燥してんなって。まあ、いつもドライアイなんだけどさ、って思ったらコンタクトついてた。焦った。早くメガネ届かないかな。そのメガネの発送通知は来てるわけだから、あとはもう到着するの待つだけなんだけどさ、メガネないと本当に不便ですね。ずっとメガネを新しくしようって思っていたんだけど、まあいいかって感じでなんか行かなくて。でもこの前メガネつけてテレビ見てたのね。そしたらやばい、全然見えてないって思って、なんかマジでぼやけてるとかじゃなくて、もう見えてなくて、全然やばいやばいって思って、もうその次の日に行って、ママの誕生日だったから行った日が、メイのメガネとママのメガネ一緒にママにプレゼントとして買ってって感じで、まあどっちも配送になったか届いてないんだけどっていう感じでした。はい、じゃあちょっと今日は準備していきますよ。それでは一旦さよなら、顔洗う。はい、続きまして、まだパックは外してません。はい、まだです。続きまして、私はいつもパックをしている最中にサプリメントたちを飲んじゃいます。忙しい。まず酵素、うえおいしくらい、ビタビ。次はこれを飲むぞ、トマトジュース。これは30日分トマトジュースがこの冷蔵庫に入ってます。乾杯。続いてメイクの時に飲む飲み物用意します。アイスコーヒーです。めっちゃ飲むわけ、朝から。アイスコーヒーを飲みながら優雅にメイクをします。もう今日はちょっと結構時間がかかるから急ぐ。いつも行くから時間がかかって急げよって。それではパック取っていきます。はい、予想をはるかに上回って1時間で編集が終わったんですけれども、私ずっとお家にいなかったんですよ。いろんなとこ夏休みいただいてて、その間にたまった洗濯があって、そちらを今から畳んでいこうと思います。えぎいよ、下からアングル失礼します。マジ洗濯物とかもさ、そのままでほぼ東京帰ってこなくて、何日だかやってきた、何日っていうか、もう結構いろんなとこ行ったんで、大阪とか島根とか福島とか、その間ちょくちょく帰っては来てたけど、1日いることなくて、帰ってきたらその日にまた別のとこ行ってみたいな。
のが多かったから。で今はねポコは今福島一人でお泊まりしてます。マジでポコどこでも行ける対応力がえぐくって、大阪でも大阪のじいちゃんばあちゃん家一人でお泊りしたけど、もうママパパとかもなく遊んでくれるのでお泊りしてもらってたんですけど、だから今も福島にポコ行ってて、すごいよね、慣れってすごいよ、これ今日着る。だから静かです。トトとアサヒくんはいるんですけど、ここだけちょっとねイレギュラーいろいろあって、本当はポコも昨日帰ってくるはずだったんだけど、ちょっといろいろあってアサヒくんしか帰ってこれなくて、また今週末私がお迎えに行くよっていう感じですね。タオルもたくさんだ。私洗濯畳むの好きなんですけど、しまうのがめんどくさくて、もうおもちゃも出しっぱなしで行っちゃったし、片付ける間もなく、で旅行のパッキングをほどくのもしなきゃいけないんですよ、やばいね。で今日はね、うのちゃんのライブ行くって言ったじゃないですか。本当はママと行くはずだったんだけど、ママ来れなくなっちゃって、なんと朝日くんを連れて行きます。どうしよう、朝日くんが興奮しちゃったら嬉しいハマってくれたら嬉しい。普通ライブとか一緒に行きたい派なんだよ私本当は。でさ、これをさ畳むじゃん、持ってくのだるくない、あっちまで。私はそれが懸念、しまうのだるくない。これ着せようかな朝日くん。ティ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 リティティリリ、今日は整理番号が260番台なので、そんなに前に行く感じではないんですけど、初日はプレミアム席が当たって一般よりちょっと前にの席なんだけど、それの80番台だったんですよ私が。だからもうえいいのっていうぐらいもう最前行けて、迷ったのポジションはね、オールスタンディングだったんで、どこをに陣取るか迷ったけど、端っこの方の前にしてしっかりレッスンいただきました。ありがとうございます。可愛かった。初めてうのちゃんのライブに朝日くん連れてくから、マジでハマらせよう。うちバンタンも最初はえみたいな、俺の方がかっこいいしみたいな、朝日くんね嫉妬さんだからめちゃくちゃ嫉妬してたんですけど、でも見せたのマジかっこいいから、だからそのちげえから恋愛とかのかっこいいとかそういうあれじゃねえからみたいな説明して、とりあえず見て本当にかっけえからって言って見せたら、案の定ハマりまして、マジかっけえ。鳴ってるよ目覚まし、目覚まし鳴ってるよ。目覚まし鳴ってて起きないって言うんだね、目覚ましの意味なくねって思うのは私だけでしょうか。こちらを畳み進めていこうと思います。はい、メイクしてます。なぜかカメラが動かないという事態になり、私は焦ってメイクをしておりました。そしたらなんとつきました。なんかさ、エアのカメラいつもさ、今壊れてるのかわかんないんだけど急につかなくなるの、なんなのあれ、ビビるからやめてほしいんだけど。今日はね、私通院日なんですよ、耳鼻科ので、その後撮影してで美容室、やっとやっとです。美容室めっちゃ行きたかった。ちょっと私は多分もう今日からキラキラキなんです。いやどうなんだろう、多分今日からキラキラキ、幸せ、楽しい、もう楽しい、キラキラキが終わるとあまた生理来るんだっていう憂鬱な気持ちにもなる。お腹空いたからさ、ご飯食べていきたいんだけどさ、この調子で食えるっていう。私はどうしても昨日から辛ラーメンが食べたい。一応ダイエット始めたんです私。とうとう、え、ダイエット中に辛ラーメン思うかもしれませんが、そうです、私のダイエットは我慢をしないっていうのがモットーでやっておりまして、まあまず昨日の夜食べたくなったんですけど、夜にラーメンはちょっと罪深すぎる、次の日まで我慢しよう、朝食べればいいじゃんっていう気持ちになり、お腹が鳴り、これはもうやっぱ食べるしかないと思い、私は食べることを決意した。基本ダイエット中でも朝昼は好きなもの食べてる、お菓子でも何でもハンバーガーでも何でも、で夜は別に炭水化物を抜けって言ってるわけじゃなくて、ちょっとなんかヘルシーなものを食べるようにして、例えばしゃぶしゃぶとか、全然しゃぶしゃぶと納豆ご飯とかも食べるし、食べるものを変えれば痩せれます。私の場合はあとおやつを結構食べちゃうんで、そのダイエット中じゃない時からおやつを食べなくなっただけでも結構スルスル落ちる。だから私はラーメンをどうしても食べたいんですよ。だからお腹空いたって話です。だからね、てか聞いて、
そう、またキモい夢見たんだけど聞く？そうだそうだそうだ、これ話そうと思って夢占いもした。今日の夢はキモすぎて、自分の口から大量の髪の毛が出てくるっていう夢だから、髪の毛口に入ってこういう風に髪の毛を自分の口から取ってる夢、キモくね？超気持ち悪いと思って、夢の中で起きて口から髪の毛出る夢占いみたいな調べたら、不安とかストレスとかから来る夢ですよみたいな、あんまり良くない夢らしくて、嘘じゃんみたいな、別にストレス溜まってませんけどっていうね。マジでキモすぎてその夢が忘れられなかったもん。なんか夢って大体さ、時間経つと忘れるじゃん。キモすぎて忘れられない。なんかさ、夢をさ毎日見るっていうとさ、大体さ、え？みたいな、見ない人が多いじゃん。見てんのだろう、見てるだんだ見てんのだろうけど覚えてないだけかもしんないけどさ、いやさ、絶対見るの夢って、絶対に見ない日なんてないってぐらい絶対見るし、まあ大体のことは覚えてる。だから見ない人びっくり、どういうことみたいな。幸せな夢が見たいですね。今何時なわけ、今何時なわけ、携帯が遠いということで、ちょっとメイクの方を終わらせてご飯が食べれるように急いで行きたいと思います。それでは一旦ドローンで、はい、メイクしていきます。っていうかメイクしてます。意外と時間ない、あと1時間、やばい、急げ。今洗濯を畳んじゃってお皿洗いしてベースメイクをやりました。何？おいで、めっちゃ見られてる、気まずい。今日はこのクリオのプロアイパレット13ピクニックバイザサンセットっていうのを使っていきます。なんか久々に出した、コスメの収納の方に入ってて、さっきリール見てたらこのクリオのアイパレットでのメイク動画が出てきて、なんか使いたくなったから使う。やばい、本当に早くまつげ、まつぱ行きたい。この前 DM でメイちゃん海鮮好きならこのお店行ってみてくださいって DM が来てて、ファンの子から熱海の炙り屋みたいな、なんかあのお魚を炙って食べるお店をおすすめされて、めっちゃ美味しそうだったの。それがだから友達に行こうよって誘って熱海行った、その店のために。めっちゃ美味しかった、定食なんだけどランチで行ったから、炭火焼きして食べるみたいな。でも本当になんかお魚じゃなくてお肉って感じだった。感動した、久々に美味しくて。でもなんかその話もしてた友達と、なんかメイメイって美味しいもの食べてマジで感動することあるんで、てか感動したことあるって言われて、なんかよくよく考えたらマジ毎回感動してるかも。この前家の近くにあるお店でご飯食べたんで、まあお持ち帰りにして家で食べたんだけど、それにもめっちゃ感動して、次の日は同じのウーバーしたぐらい感動した。あとこの前感動したのは、ママの誕生日にママに何食べたいって聞いたら、メイが作ろうと思って、そママが餃子食べたいって言ったので、餃子調べてレシピで分量通りに最初作ってたんだけど、ちょっと少なくねってなって倍量で作ろうってなったので、お肉とか野菜とか倍量入れて、でも味付けの大さじスプーンをもう洗いに出しちゃったからめんどくさいから、なんか適当に目分量っていうか自分の感覚で調味料追加したわけ、全部醤油とかあの酒とかニンニク鶏ガラとかいろいろね適当に追加したの。そしたらマッチでそれが美味しすぎて感動した。一口目食べて、え？うますぎたマジで。でも目分量だからあの味を再現しようと思っても無理だよね。そう、ママの誕生日の日は初めてメイの運転にママを乗せました。ママが乗ってみたいっていうから運転した。でもさ、なんかこれってどこの親御さんも共通なのかわからないが、絶対なんかさすごい怖がってない親って、え、ちょっと怖い
ブレーキ早く踏んでみたいな、その声にびっくりするよね。えって言われたらさ、何ってなる。で、まあさっきも言った通り、メガネを作って、本当はお財布欲しいって思われてたから、お財布買いに行きたかったんだけど、ショッピングモールぐるっと見たけど、なんかいいのがなくて、お財布はまた今度に しようってなった。マロとバセも連れて家族旅行行った。まあ、家族旅行1泊2日でなんか一棟貸しみたいな感じのところだったんだけど、ドッグラン付きのね、バーベキューできるよみたいな。1年半前もね、そういう感じのところに行って、それめっちゃ良かったから、まあ、また別のところで行こうってなって行きました。マロがめちゃくちゃ楽しそうだった。ドッグランを有効活用、最大限に活用してた。で、バーベキューもなんかいろいろ出てきて、道の駅行ったりとか、帰りはなんか牧場寄って帰ってきて、あと海も行ったね、帰り。楽しかった。なかなか家族でさ、予定合わすの難しいんだけど、でもメイがマロとさ、バス連れてずっと行きたいって思ってたから、前々から日にち言っといて、この日開けといてって、で、みんなで行きました。なんかバスも楽しそうだったけど、疲れてたけどね。で、夜はマロとバス一緒に寝てた。なんか2人はね、別に仲良くはないし、仲悪くもないって感じ。一緒に遊んだりはしない。でもまあまあまあ、お互いに嫌ってるわけではないから全然いいですよ。それで喧嘩とかしだしたら大変だけどさ。はい、髪の毛も髪の毛も乾かしてまいりましたので、今から朝ごはん食べます。言うてる間にもう撮影の時間になりそうなんですけど、いただきます。プルコギキンパ、冷凍のです。赤っ、おいしい。やばいよ、時間ないよ、1時間しかない。メイクもしてヘアセットもしないといけない。間に合う？私こんな朝めっちゃ早く起きてさ、編集も早く終わったのにさ。何が？何がええ？どうしよう、マジで時間ないよ、ガチで時間ないよとか言って見ちゃう。ダメダメダメ、ご飯食べて。必需品、双眼鏡。そんな今日は前じゃないと思うので、双眼鏡をこれも持ってく。前回もらったうちはこれに入れ替えなきゃいけないんだ。やばいやばいやばい、今ご飯食べてたのにさ、こうやってさやっちゃうからよくないよね。リップない、リップない。リップどこ？あれ？え？リップなくした？リップなくしたかも。A メイクのリップなくしたんだけど。これはかわいいポーチ、ウィグルウィグルのポーチです。これはとりあえず入れて、あとタオル入れて。忘れ物すんなよマジで。これ今日持っていきます。あと充電器入れて、いけるね、大丈夫そう。リップだけじゃない、はてな、あのお弁当のに入れる冷凍食品が余ってて、これ朝ごはん。やばい、もう終わっちゃうのツアー。悲しみ、もっと見たいよ。またトークショーとかあったら絶対行く。現場でお会いした皆さん、仲良くしてください。オールスタンディングなんですね、うのちゃんのライブが。あまり経験したことなかったからさ、あれだけど、2時間半、2時間ぐらい立ちっぱなわけですよ。もう気づいたら終わってんの。足の痛さとか感じる前に終わってんの。ごちそうさまでした。髪の毛のヘアセットをしていきます。ちょっとこの調子でいくとね、ラーメン食べれそう。てか私金属アレルギーなんですよ。で、なんかずっとつけてると痒くなってくるんですね。で、この間ネックレスをしたまま寝ちゃって、次の日起きたら首の後ろが大変なことになってて、で今もまだちょっと治ってないんですけど、湿疹、汗もみたいなのが出てて痒い、非常に。あんまネックレスつけないようにしてる。前髪伸びた、嬉しい。伸ばしてたの。
自分で前髪を切っちゃってガタガタになって、こっちめっちゃこんぐらい短くなっちゃって、あのエリンギツアー中の出来事これ。でも結構伸びたかも。前髪って伸びるの早い。前髪と同じぐらいのスピードでさ、この横の髪も伸びてもらえればいいんだけど。いいわいいわ、こんなもんでいいわ。じゃあラーメン作ってきます。では早速、もうスキンケアは終わっているのでここから始めていこうと思います。じゃあまず下地、もうメイク動画出してるのでメイクの方はそちら見ていただいて、今日はパパッと喋りながらやっていこうと思います。あのエリンギツアーに来てくれた子が、その Vlog みたいな感じでさ出してる子がいて、うちらのイベントに来るまでみたいな、来る道中とかトレカの開封動画、開封してるやつとか上げてて、見てくださいって載ってたから全部見たのね。マジでうちだったこれ宇野ちゃんとかに言ってる自分を見てるかのようで、それがみんなの目的が自分に会うため、私に会う、私たちに会うために2人で電車乗ってなんかフリ取りに行ってとかいうのを見てたら、もう嬉しすぎて、うちもそういう存在になれてんだって思ったらもっと頑張りたいって思ったし、マジそういうのを 見たいから、みんなどんどん上げて、 TikTok とかでもいいし、なんか開封動画が一番え、よかったじゃんとか言って、あと言ってくれてる言葉がめちゃくちゃみんなポジティブで、すごく救われたというか、うわーとかじゃなくて、え、もう全部全種類に対してその子、え、かわいいとか、え、キノコだみたいな喜んでくれてて、あーよかったと思って、美術あの時うちらよかったし、なんか作ってよかったなって改めて思って、グッズとかも買いたいとか欲しいって思ってもらえるグッズじゃないとさ、あれじゃん。それをさ、自分らが考えて作ったものをそれ以上のリアクションで気持ちで受け取ってくれたみんながいて、それがとても私は嬉しかったから、その Vlog 何回も見てる。かわいい、みんな会場前でさプレートとか持ってさ写真とか撮ってて、わかる、うちもよくやるよっていう。だからこれはエリンギツアーとかに行く時のみんなと一緒のことしてる。宇野さんに会うために1ミリでも宇野さんの視界に入るのならば、少しでも印象を残せる格好で行きたいから、ティティを一緒に踊るために私はツインテールで行く。あと20分で終わらせたいメイク。一回戻ってこれるから直しはできると思うんだけど、さすがにフルメイクとかはできなそうだから、髪縛るぐらいはできるかな。でも高速観光崩れませんように、ゼップ横浜に行くんですけど、グッズはもうさ買ってあって、ファンクラブの抽選でチェキが5名様取れるんですね。それをちょっとやりたくて、3時半からなんで、それまでには会場に着きたいんですよ。間に合うかなっていう。エメク、どんな時もエメク。やばい、緊張してきたもん。で、うのちゃんと写真撮れなかったらエアが撮ってくれるらしいから嬉しい。もう撮れなかったらいいな、撮ってやっからって昨日言われたんで、宇野ちゃんと撮れなくてもエアと撮れるという確約権が私はついています。でもエアさ、エリンギツアーの時に3人で撮ったチェキにね、サイン書いてって書いてもらったんだけどさ、あいつ自分の電話番号を書くのね。うちさ普通に SNS 載せたかったから写真にさサイン書いてって言ったら、メイもさ書いてもらってたのに、うちのにだけなんか何かあったらこちらまでとか言って自分の電話番号書き出して、全部に書いてあんの。大丈夫とか、不安な時はいつでもうちがついているみたいな、こんな感じ。サインとメッセージ書いてもらったんです。電源切れたんですけど、そう、そんな感じでエアが全部電話番号書いてくるから、みんな載せれない、載せるとしたら晒します。私はエアの電話番号晒しちゃうんだから覚悟しなと言ってる間に時間もやばいんですけど、なんでさうちらのモーニングルーティーンってさいつも時間やばいわけ。みんなしてさ時間ない時間ないってさ。で今日は YouTube を使います。こちらはうのちゃんの YouTube グラムアイシャドウハニーピンク、これのベースを。今日はリップも YouTube なので、なんかね新作のハイライトが会場限定で売ってるっぽくて、それもゲットできたらいいなって。やることいっぱいなの私、会場着いたら。昔はさ
なんかオタクの友達とかとおそろコーデとかしていって、ここにシール貼ったりとか、メンバーカラーの服で行って写真めっちゃ撮りまくってとかよくやってましたね。最近はもうギリギリこういう仕事終わってから行くこととかがさ多いから、マジギリギリなのよいつも。暗くなってからとかで撮れない時とかもあるんだけど、なるべく早く行って写真撮りたい。今日はいいんじゃない、可愛いんじゃない。私結構うのちゃんに慣れてきてる今、めっちゃうのちゃんかも。はい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 、可愛い。ラメ、ラメ大好き。もうちょっと目ギラギラにさせようか迷うね。上にラメ足そうかな。目あった時目キラキラさせといじゃん。目キラキラさせとこうかな。イノ様って気づいてもらえるように、これを目の上に乗せとくわ。一応目は光ってなんぼよ。昔の私はラメをここまで乗せてなかったんですよ。結構まっとめな目してたんだよね。それもちょっとやりたいんだけど、なんとなくなんか足りない気がしちゃって追加しちゃうんですよね。ほらキラキラをどんどん、マジでどんどんキラキラが足されていきます。その加減がわからなくなってる私。ハイライトを入れまして、チークを入れまして、ちょっと今日はチークを幅広めで入れまして、ほてってる感じに、うのちゃんに会えてほてってる感じにさせまして、 OK だね。 OK っていうことはスプレーだね。失礼しますみたいな感じでスプレーします。はい、乾かしまして、はい、ということでラーメンを作っていきます。まあ、もう湯沸かしてもういいかな、入れてどうしたので入れますわ。辛ラーメン好きやね、大好きやね。で今温めてるのはチーズとハムの入ってるトルティーヤみたいなやつあるじゃないですか、それをチンしてます。それも食べます。私はまだお昼時なんで、11時なんでたくさん食べます。じゃあラーメンが出来上がるまでこちら食べていきます。うん、うまっ。味は分かりません。これさ、でもさ、好きでよく食べてたんだよね、学生の頃とか。撮影からの、病院からの美容室なんで、ちょっと遅めの帰宅なんですよ。ここから、カバココ、こんなもん？もういいんじゃない？私、ラーメンを作る時とか、測らないんですよ、タイマーで。だから、もし自分の好きな人が、測んないでラーメンを作った時にめっちゃグチグチ言ってくる人だったら、無理かも。最後にしてほしい。それではいただきます。うわ、この辛ラーメンを作るときに追加でだしだってやつあるじゃないですか、それを入れるのが好き。スティックのやつ1本、このだしだを入れることであまり辛くなくなる。皆さんこれ飯テロなんじゃないですか、それか夜ご飯食べた後でお腹いっぱいで見てられないとか。うん、青ごまの欲しい。なんかね、熱いもん。あ、いいね。今日は病院の先生に何て言われるんだろう。前回はまだ炎症が続いてるって言われて、耳の中でまだ腫れも引いてないらしくて、だから痛いんだと思いますって言われて、まだ痛いは痛いんですよ。でも別にその手術する前のあんな痛みじゃなくて、全然耐えられる痛みだし、ずっと痛いわけじゃない。急に寝る前とかに痛くなる。あと私引っ越しを考えてて、プーたちのために内見行くんですけど、そもそもいい部屋がこの時期に空いてるかわからない、希望が見えない。でも別にその何月まで出ないとかいけないっていうさ、前はさマンションがあと1ヶ月後に出ないといけないのに次の家が決まらないみたいな感じだったんですけど、今回はそういうのじゃなくて全然余裕はあるんですよ。
なんで妥協せずにじっくり見ていこうかなって思ってます。米欲しいね。もっと時間に余裕あったらお米炊いてた。でさ、ラーメンってさ、スープが良くないって言うじゃん、太る原因だったりもするみたいな。だからラーメン食べたいけどダイエットしたい子はスープを飲まなかったら大丈夫だよっていうのあるじゃないですか。前テレビでもやってたんですよ、それママに教えてもらって。でもさ、ラーメンってさ、スープまでがラーメンじゃん。麺だけを食べて汁を飲まない、理解はできません、私は。うん、この残ったスープをご飯をぶち込んで最後に雑炊にして食べるのも好きだし、こうやってスープを飲むのも好きだし、それをママに言われてたし、え、無理と思ってできない。スープが美味しいじゃない。食べた、ごちそうさまでした、満足。これで私は夜まで乗り切れる。家出るまであと10分なんで、これ急いで洗って歯磨きしてお洋服に着替えて行きたいと思います。熱い、一旦じゃあまた後で。マジでメイクが毎日変わるからさ、俺といって毎日メイクがないんだよ。コスメを集めることが楽しくていろいろ集めちゃうから、昨日もねクラザで買ったこれ、ジューシー、これパッケージ書くねのハイライトと、パーフェクトダイアリーのハイライトもめっちゃ可愛いよ。見てこれ、めっちゃ可愛くない？今日これ使いたいの。てかこの前生春巻きパーティーしたくて、ずっとで、やっとしたの、友達呼んで。マジそのために生春巻きパーティーしようって、マジで美味しすぎて感動しました。また感動しちゃった。それもなんか巻きながら食べる感じでやりたくてやったのね。超美味しかった。サーモン冷凍のやつうちにいっぱいあるからそれ使って、あとプルコギ入れたりレタス入れたりエビ入れたり、あと何入れたっけな、あ、イクラも入れた。何でもありだよね。でもあとハイライトだけ。どう？あ、いいねいいね。本当はもう一色あったんだけど、そっち売り切れで買えなかったからこの色だけ買いましたよ。お、かわいい。パーフェクトダイアリースターダストダイヤモンドハイライトパウダー N08。 前のやつっていうの、あ、でもこれもスターダスト、これ01、こっちは持ってたんだけど、パッケージも変わってんだ。これはこんなホワイトのやつ。ハイライト大好きでいろいろ集めがちなんですよね。うん、いつもさこれを塗ってるめっちゃ細い筆を絶対見失うので、絶対にどっかにあるんだけど、どこに行った、マジで細すぎて見当たらないんだけど。人の話やるか、しゃーなし。キョキン、あ、いいねいいね、いい時間、あと30分ある、余裕。それではヘアセットしていきます。今日は大きめの巻きでいきたいので、これで巻きまして、いい感じです。今11時なのであと30分で家を出ます。やばい、爪割れてきた、最悪。髪の毛だけ巻いて2つ縛りにするのは帰ってきてからにしようかな。2つ縛りは後にするので普通に今は巻いていこうと思います。久々になんか巻くこと自体もずっとやってきてなくて、夏だったか暑くてね、どうせアップにしちゃうしいいかなと思って巻いてこなかったんだけど、昨日久々に巻いたら好評だったので巻いていこうと思います。32ミリで巻くのでゆるふわな感じでいこうと思います。私が使うのはビダルサスーン、マジでこれずっと使ってる、上京した時からこれかも。ストレートアイロンはリファを使ってます。まずワンカール、全部ワンカールにしていきます。どこで推しが自分を見ているか分かりませんから、うちらがそうなようにいろんなところでみんなを目撃していますから、ビジュは整えていかないと
一瞬でも推しの目に入るなら整えていかないと。巻き方ってむずくね。巻くの苦手なんよな。でもみんなサロンとか行くんでしょ、会う前にヘアセットとかしてさ。可愛いかよお前たち。人は触らないこと、巻いたところを触らない、冷えるまで。私はなんかわかんないけどロングにしてからとてつもなくドストレートになったんですね。そのおかげなのか何なのかわからないですけれども、すごい直毛なわけ。直毛ってか癖はあるんだけどね、癖はあるんだけどすぐ巻きが取れるんですよ。なんか湿気とか関係なく。だからイベントの時とかはもう直前まで巻き直し してもらってて、じゃないとすぐ落ちちゃう。大変なの私の髪の毛。だから自分で巻く時も結構スプレーとかするんだけど、オイルやってスプレーしてみたいな感じにするんだけど全然巻きが間に合わない。全然すぐ落ちちゃう。マジイベントの時とかは本番始まる5分前ぐらいまで髪の毛いじってもらってる。あと一回巻いたら触らないでスプレーガジガジにして本番直前で櫛通してほぐすみたいな。いててて。じゃないと私の髪はすぐゆる巻きになってしまうんです。冷めたんでほぐします。ほらことかさ、なんかなんでストレートなの。巻いたよね私。こんな感じミックス巻き。はい、どうでしょう。あっちに仕上げに行きましょう。何が嫌って、私今生理2日目なの。本当に嫌だね生理。ライブに生理かぶるの嫌だ。でオイルつけましょう。オイルは本当はやる前にやればよかった。リファまあいっか。これをオイルを全体に、いいオイルです。リファのオイル。今ちょうどいい長さだから、ちょっと巻けば眉毛に当たるぐらいになります。ここにスプレーをして終わりなんですけど、今はスプレーしないです。帰ってきたらスプレーするので、こんな感じですかね、出来上がりは。じゃあ皆さん、衣装を選びに、衣装だって間違っちゃった。私が出るみたい。あの、服を選びに行きましょう。選びに来た。今日は、これを着ようと思います。プニューズのナンバー T シャツなんですけど、これを着て、これに渡辺直美さんとヨッピーさんっていう方がお友達10周年を記念して作ったテンっていうブランド、これは定期で出てくるやつなんですけど、それで前予約してたデニムが届きまして、私が大好きなこのデニムのカラー違いが出たんですよ。黒い地に裏地がピンクでダメージがピンクなんです。可愛くない？しかも今日のこの上と似てるのでこれを着ようと思います。完璧。やばい、めっちゃ可愛い。どうしようかな、インしようか、出す。うわもう完璧。インか、インだな。インでいきましょう。こちら新しく買ったブリンダセブンさんで買ったやつをつけます。これでツインテール完璧じゃね。はい、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。こういう感じになります。ティンティティティ。シルバーか。うわ、シルバーのリングとかあったらな、かわいいのにな。今日はピンク系だからこれでもいいか。パールピンクにします。これどう。あ、やばい、楽しみすぎる。本来ならこの時間にめちゃくちゃ歌聴きまくってますね私。やばい、まだ撮影あるのにもう緊張してる。緊張してゴムがつかめない。え、どうする、混ぜる。混ぜても可愛いね。やばい、呼吸困難。やばい、高い、高すぎる。そうでもない、高すぎる。高いな、こっちは。このぐらいがいいか。このぐらいにしよう。このぐらいですかね。はい、でこれにこいつを巻きつけるんですけど、紫にしましょう。はい、あとアホ毛はこのケープのまとめ地みたいなやつで、とりあえずこれでケープを巻いたら終わりということで、私のモーニングルーティーンになってたかどうかわからないんですけど、推しに会う日のモーニングルーティーンはもうこんな感じの心情でございます。さっきまでは余裕だったのに急に喉が詰まる、胸がギュッてなってる感じがします。はい、あとこちらブルーベリー持っていきましょうね。絶対忘れずに飲め。はい、みんなもうちらに会うときいっぱいおしゃれしてくれてありがとう。
うちらもみんなに会うときは美女完璧にして会うから、お互い美女よくして会おうぜ。一旦ティント、こちらも YouTube。 私は一旦ね、今日は撮影がありますので撮影の方に向かっていただいて、はい、それが終わり次第宇野様に会ってこようと思います。点灯確認つきます。大丈夫そうです。はい、これ持ってお守り代わりに持って現場に向かっていこうと思います。久々のモーニングルーティン見ていただきありがとうございました。それでは行ってまいります。はい、終わりました。準備が、ちょっとお水を持っていきますよ。あ、やばい、リップ塗ってないんだ。すげえすげえ、あと15分。よくこの水筒どこのですかって聞かれるんですけど、ちょっとどこのかマジで覚えてないけど、 Amazon で500円で買いました。毎日ペットボトル買うよりなんかコスパいいかなと思って。2リットルの水を常に常備してるから、家に今も昨日か一昨日届いて2リットルが18本この家にあります。だからちっちゃいの買うより詰め替えた方がいいかなと思ってこれに入れてます。はい、でさ、だいぶ前にやった無印の動画、撮影自体は本当に1ヶ月前とかなんですけど、それのをやっと昨日クレマグハウスから持って帰ってきて、なんかこのスープ系とかカレーとかがやっとこの家に来たので、今日帰ったら食べようと思います。いやー、まる挨拶しよう、みんなに。はい、マロリンです。おはようは違う、マロ、カメラに。おはよう。今日は私はお留守番、昨日もお留守番。でもこの人マジで体力お化け。そのこの前家族で行ったところ、泊まったところがドッグランが本当に320平方メートルみたいな書いてあって、320でかすぎだろって思ってたんだけど、行ったら本当にそんぐらい広くて、でマロンもずーっと走り回ってんの。動画載せるね。じゃあめっちゃ可愛かったから。バセは別にめっちゃ走り回ったりとかはしないんだけど、まあちょっと探検ぐらいしてて、この人はもうずーっと走ってる。怖いぐらい走ってる。あっ、でテニスボールマロが好きなやつ持ってってたから、それもマロにこう投げたら持って帰ってきてみたいな。可愛かった。私が泊まったところが千葉県香取市のズックの森っていう、そのなんかコテージみたいな、ペットも泊まれますよみたいなところで、で香取市ってずっとさつまいもをふるさと納税で頼んでたところだったの。だから、あ、香取市かってなんかちょっとピンときたんだけど、それでママにもそれ言って、ママにも実家にも同じさつまいも送ってて、ママもそれ大好きだから、で道の駅行った時にさつまいも売ってたから買って、それ昨日焼き芋にしましたね。楽しかったね。で夜は焚き火セットみたいなの頼んどいて、それをやった。焚き火、メイは全然やり方知らないけど、焚き火とか、お兄ちゃんはそのキャンプとかちょいちょいやってるらしくて焚き火やってくれました、はい、で夜ご飯はバーベキューセットみたいな、まあ、持ち込みも OK だったんだけど、そのいろいろね、お肉とか海鮮とかがこうセットになって、ピザもついてきたの。それでそのピザがマジで美味しくて本当に感動した。でそのピザ食べて、海鮮焼いて、お肉焼いてみたいな感じで、ステーキも食べました。はい、美味しかったです、とっても。以上、私の旅行記録でした。なんか本当は写真とかいろいろ載せようかなと思ったんだけど、いつ載せようみたいな思ってたら今になってしまいました。なんかずっと気になってることをみんなに聞いてもいいですか。そういう写真、そのメイじゃない写真をメイのアカウントに載せることって需要ありますか。ずっと気になってたんだけど、あ、ごめん、私は別に推しとかがちゃんといるわけではないのであんまりわからないんですけれども、まあ、メインのアカウントだから、メインの写真 をこう載せたら、まあ、みんなが喜んでくれるだろうなとか思って割と載せるようにはしてるんですけど、
まあ、例えばそういう旅行行ったよっていう旅行のその景色とかマロが走ってる写真とか、まあ、動画とかそういうのはいかがですか？ちょっとみんなの意見を聞きたい。なるべく自分の写真は載せる、それは前提として、そういう景色とかなんか自分以外のものを載せるのはいいんですかねっていう、ぜひあのコメントお待ちしてます。それはいいのかどうか私に教えてください。ということで、もうすぐ12時になるので家を出るので一旦ここで失礼します。それではさようなら、バイバイ。はい、というわけで準備が終わりました。僕は今日はね、ちょっとゆるっとしただるぎで向かいたいと思います。もうさ、正直なこと言うとお腹いっぱいすぎて何もしたくない、身がパンパン。私のモーニングルーティーンは、まあ、ご飯は食べたり食べなかったり、時間がなかったら食べないし、あったら食べるんですけど、顔洗ってメイクして、あと掃除とかは、あのね、朝ってよりかは夜最近やってる。やっぱ時間ないから朝は無理で、洗濯物とかは朝できる時にするけど、アミネットが壊れちゃったので今日は洗濯も全て夜やりたいと思います。でもうちょっとで家を出ないといけないので、カメラ持つよ、これ持っていくからね。あとパソコン持った、ないよね持つもの。メイクポーチ持った、財布持った、 OK 完璧。病院のカードは持ったね、うん、忘れないで。てな感じで私はもうお家を出たいと思います。皆さん、私たちのモーニングルーティーンいかがだったでしょうか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。みんな今帰ってきてスープを作ろうと思って、無印の鶏団子と根菜のスープにお湯を入れたんだけど、フリーズドライなのに見て。